福島県の皆様、こんにちは。私は茨城県にあります栗田病院で勤務している広報委員の菊池と申します。今回は病院見学会のお知らせについてお伝えしたいと思います。栗田病院は他職種との連携がとてもよく、業務をスムーズに行うことができ、患者様に対しても質の高い医療を提供することができます。また認知症デイケア、認知症専用通所介護など利用者様のペースに合わせた個別ケアを行い、住み慣れた地域の中で安心して暮らしていただくためのお手伝いをしています。栗田病院では定期的に見学会を行っていますので、興味をお持ちの方、ぜひ見学会に参加してみませんか？